はい。今回は、一見華やかに見えた21世紀のね、始まった時、まあ2000年代の最初のね、5年間ぐらいなんですけど、まあこの時代って、非常にね、ゲーム業界が、まあ暗黒期に入りそうになってました。まあ一見華やかだったんですよ。例えばプレイステーション2、あのね、スタートダッシュを決めました。未だに破られない、一番出荷した、一番販売した、あのね、ハードになってます。そして、まあゲームボーイアドバンスもね、まあ一定の市場を築きました。でもライバルもいませんし、ちょっとね、任天堂からはミリオンタイトルがすごく減りました。まあそういった意味で、ゲームが売れない時代になりました。まあデータだけ見てると、そうですね、プレイステーション2が3年間非常に売れました。まあ DVD 需要というのもありましたし、で、ゲームボーイアドバンスも、まあ旧大店だと思うんですよね。多分任天堂としては、あれ、あんまり売れないなというのが正直な感想だったと思います。もっとね、新世代機なんで、ドカーンと売れるんじゃないかなと思ったんですが、やっぱり、あれっていう数値だと思うんですよ。まあそれゆえに、アドバンスって非常にね、短命に終わりました。まあ実際どうなのかなっていうと、まあ任天堂 DS にね、切り替わっていきました。まあ DS の方にアドバンスのね、ソフト、カートリッジ入れる場所がありますんで、そちらでプレイもできましたけど、まあいわゆるね、既存のゲームがちょっと飽きられていた時期だったと思います。まあなんでそういうことになっちゃったかなっていうと、まあいろいろあるんですよ。あ、ちょうど出ましたね。2000年代前半のね、閉塞感ということで、まあユーザーがまずね、ゲーム離れを起こしてました。いや、起きてないでしょうと。そう。実はプレイステーション2のね、ソフト、結構ミリオンタイトルをね、連発してました。だから、売れてないことはないんですけど、ゲームをしてる層と、してない層に、まあ二極化してった時代だったと思うんですよね。二極化。うん。で、まあしなくなっちゃった人いると思います。まあ単純に 3D 時代に、本格的 3D ゲーム時代ですよね。まあ操作が複雑になっちゃって、なんかこうプレイしづらいなと、だんだんこうゲームからね、離れていっちゃったというのが一つ。あとはやっぱファミコン時代にキッズだった人たちが、まあ社会人になり始めて、まあだんだんね、油が乗ってきて、仕事が忙しくなっちゃった。社会人になって時間がね、ゲームをするための時間が減ってきてしまったというのもあると思います。で、まあ単に飽きてしまったと。ね、ファミコンからだいたい20年弱経過してますんで、まあコントローラーを握って、キャラクターを操作して、まあなんかこうね、アクションすると、または考えるとか、まあそういったものにね、だんだん20年弱やってると飽きてきちゃったと。まあ自分も正直若干飽き気味でした。うん。ゲームキューブ時代ってソフトのクリア率が激減したっていうのがありますね。そして、もう一つのマイナスネガティブ要因はゲーム脳ですね。そう、流行りましたよ。とあるね、大学の方が、教授が、まあこれを発表したんですけどね。まあゲーム脳ないし、何らかの脳の異変が原因で理性や羞恥心などを失っているという状況らしいんですけど、まあテレビゲームや IT は犯罪の温床となるということらしいんですが、まあもしね、これがそうであれば、かなりのね、ゲーム人口いますし、IT だってみんな活用してますよね。となると、まあ日本中というか世界中でね、犯罪のマッドな世界が起きてるはずなんですが、そんな世界にはなってないというのがありますよね。学力を低下させる原因って言いますけど、そんなのはゲームに関係ないですよね。ゲーム以外にも他のことで時間使っちゃってれば勉強する時間が単純に減ると。まあ要するに言いたいのは、多分ゲームってあんまり考えないでね、ピコピコやってるだけだから考える力がなくなるぞということを言いたいんだと思うんですけど、まあそれは他のことでも同じだと思うんですよね。ゲームに限らないと。まあなんとなく、親からすると、まあ攻撃されてもね、問題の少ないジャンルというか、ゲームというジャンルがね、狙われていたと言えると思うんですよ。スポーツだったらなんか体動かしてるからいいんじゃないなんていうのも
あるから、あんまりターゲットにはならないんですけど、まあゲームとかね、アニメとかね、まあコミックとかね、まあ昭和時代の名残がここでちょっとね、もう一回ボカーンと爆発してきたわけなんですよ。で、これがね、まあいわゆる任天堂がちょっと変わらなきゃいけないと思った瞬間でもあると思うんですよね。で、要するに DS だとか Wii だとか、まあ家庭に嫌われないハードを目指すという、まあいわゆるプレイステーションとか Xbox 系とはね、また違う路線になっていく、まあそういったきっかけになったゲーム脳というものになっています。ちょっと数年前もどこでしたっけ、日本の香川県でしたっけ、あのスマホだかなんとかのね、使用時間の制限を条例かなんかで決めてたというやつですけどね。まあ条例が決まる決まんないときは大騒ぎしてた割にはすっかりと今はね、情報が入ってこないというか発信されてませんが、実際1時間で、1時間なのかな、あの時間決めて終わってるんでしょうか、よくわかりませんけどね、ちゃんと条例決めたらね、そのデータを示してほしいですね。はい、ということで、もう一度以前出したやつをね振り返ってみたいですが、こちらですよ。プレイステーション2は売れたのですが、ということで、まあ1997年、ファイナルファンタジー7効果でね、初代 PS フィーバーが起きました。で、2000年でね、一見華やかにプレイステーション2がローンチするわけですが、実はそこから右肩下がりということで、どん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 ね、家庭用ゲーム機が崩壊の危機にさらされていました。まあそこでね、DS やら Wii とかいう、まあ新しいタイプのゲームを出すことによって、そうですね、親の信頼を勝ち取ったりとか、おじいちゃんおばあちゃんまでね、ターゲットを広げた、ということも、功を奏して復活するわけですよね。まあその後またね、スマホタブレットが台頭してきたりとか、まあマジコンだったりね、まあ高速インターネット時代になって誰でもネットに繋がったこともありまして、まあスマホタブレット、そしてこうゲームデータをね、違法ダウンロードするっていうのがちょっとあって、再び家庭用ゲーム機崩壊の危機になりましたが、2017年に登場したね、スイッチですね。スイッチを境に再び上昇トレンドになりました。ちょっとね、ゲーム業界にとってはボーナスタイムだったのか、コロナ時代というのがありましたね。いや、ボーナスタイムだったか分かりませんね。例えばプレイステーション5、Xbox シリーズ系なんかはね、もろに直撃してしまいましたんで、ちょっと予定と狂っちゃったりとかした可能性もありますけど、例えばね、ちょうど同じタイミングに出た集まる動物森なんかは、まあすごい売り上げになりましたし、まあそういった意味でね、コロナ時代にうまく乗った、乗らないっていうのがあったと思いますけど、まあもう一度ね、家庭用ゲーム機が復権してきた時期でもあります。まあだからといって、あのスマホタブレットのゲームが崩壊したわけじゃなくて、あちらもあちらでね、ちゃんと伸びていて、まあいわゆるゲーム人口そのものはね、伸びているといった感じになります。でですね、一見華やかに見えたね、この2000年代前半なんですが、日本のね、ゲームメーカーにとっては非常に苦しい時期だったと思うんですよ。で、海外メーカーが、まあ日本のね、ゲームメーカーを追い越していった時期とまさに一致して、まあ 3D にうまく最適化できた企業と、できなかった企業が思いっきり分かれましたね。まあそんな中、資金繰りが悪化してしまい、合併の嵐が起きましたよね。ということで、第1弾っていうわけじゃないんですけど、目玉の合併は何といっても2003年のスクウェアとエニックスですね。スクウェアはやっぱりね、FF の映画がずっこけてしまったというか、そういうこともありまして、資金繰りが一気に悪化すると。まあそんな中ね、任天堂とか SCE にヘルプを求めるものの最終的にはこう、エニックスとね、合併したと。まあエニックスの方も、まあドラクエ以外ね、なかなかさっぱりといった感じもしたんで、こういった形になったと思います。そして、2004年、セガサミーですね、セガサミー。まあ今もね、一応くっついてたりとかしますけど、あんまりこう、名前が出てこないんですが、一応セガサミーというものになりました。セガといえばね、あの20世紀の段階で、セガバンダイなんてのもありましたけど、最終的にはセガサミーで落ち着いたんでしょうかね。さあ、結構でかいのは2005年。バンダイナムコですね。バンダイとナムコ、もともとは別の会社ですよね。バンダイは老舗おもちゃメーカーで、ナムコはね、やっぱり老舗の、まあアーケードから家庭用ゲームまで有名どころなんですが、まあそれぞれのね、足りない部分を補いつつ発展していこうと、バンダムが
誕生しました。そして2005年スクウェニに対して台東がね、まあくっついてきたと。まあ台東もなかなかね、インベーダーとか電車でゴーシリーズなどなどいろいろあるんですが、なかなかこう連続してねヒット作って生み出せないということもあって、まあ最終的にスクウェアエニックスに吸収合併されてしまいました。さあこちらもねちょっと複雑なんですけど、2005年、やっぱ2005年多いですね。ドワンゴとチュンソクと、ドワンゴとスパイクというものがね、まあ合併というか提携したりとかしたところから始まって、2012年にはスパイクチュンソフトが生まれるということでね、チュンソフト最初の頃はねドラゴンクエストのねデベロッパーだったし、その他ねサウンドノベルシリーズとか、あとは不思議のダンジョンシリーズとかね、かなりねこう新しいことやってたんですけど、やっぱりこう何十年も続けるって難しいですね。そして2010年、光栄とテクモが合併ということで、光栄テクモゲームスがね誕生したりとかしました。でちょっとねここからは幻の合併はね、先ほど言いましたけどセガバンダイとかありましたし、もう一つちょっとねナムコが引っ掛けてきたのがセガナムコなんていうのも、サミーとのね合併前にナムコがちょっとね消しかけたなんていうことがありました。まあ、結局ねだんだん開発コストって上がってきちゃった割には、売り上げもねなかなか取れなくなってくると、となるとやっぱりデベロッパー、ゲーム開発にとっては苦しい時代になるわけですよね。まあ、だからこそ一時期こう中古裁判なんかのも起こしてましたけど、中古は合法になりましたし、となるとね本当にこうメーカーとしては難しいというか、まあ、そこで頑張って 3D でやってたところは、まあ、今なおね単独でゲーム開発を行ってたりとかしてますよ。まあ、例えばカプコンとか、あとはなんだフロムソフトウェアなんかはね、未だに単体で健在であります。コナミもね、老舗ながら確かに単体ですけど、ちょっとこうスポーツクラブの方で儲けてるとかねいろいろありますから難しいんですけど、まあ単体で存在してるって随分と減っちゃったなっていうのがありますよね。だからまあだからといってみんながAAA タイトル作る必要もなくて、例えばこうなんでしょう、時々じゃないな、よくお店で見かけるねすみっこ暮らしゲームみたいのを、まあ地味に出してると、地味でありながら実は根崩れしてなくて、結構ね一定の層に売れていると、だからそういった商売で生きていくというところもありますしね。だから一概に絶対にねこうハイエンドゲーム機を作んなきゃ、ゲーム機じゃない、ハイエンドゲームソフトを作んなきゃいけないっていうわけでもないと思いますけど、まあやっぱりねこういろんなソフトハードに対応していくためには合併をしてね体力をつけていくっていうのが必要になった時期だったんですよね。最近はねそんなにないなと、合併とかね。だからまあ大体 3D に関するノウハウができてきて、まあおおよそのね、開発コストとかプロジェクトという計画がね、思い通りにできるようになったと思うんですけど、やっぱりプレイステーション2時代はもうなんだろう、 3D でねなんかゲーム作るのにまあ勉強しなきゃいけないし、なかなかね大変だった時代だったと思います。といった感じでね、2000年代のちょっとねこう前半のね振り返りをしてみました。まあちょっと慌ててやっちゃったんでどうかなって気もしますけども、いかがだったでしょうか。まあ合併物語ね、ちょっと懐かしいですね。スクウェニなんて時はね、まあネタなんですけど、スクウェアとエニックスだから、まあドラクエとねファイナルファンタジーかけて、ドラゴンファンタジーとかファイナルクエストなんてのがね、ネタとしてよく上がってました。未だに思い出されます。ということで、ではまた。